こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は流水寒山の道です。これは絶海中心の小健康に見える言葉で、その後に新設古寺の鐘という句が続きます。谷川に沿って伸びる人気のない寒々とした小道、そこを歩いていると深く立ち込めた雲の彼方から古寺の鐘の音が響いてくる情景を表します。それでは今から流水寒山の道を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。